ニップチャンネル起動します。どうもマイルです。ニックちゃんです。ですね、今日はちょっと夜走りです。はい、いやもう夏も終わってね、もう秋っぽい天気になってきてちょうど気持ちがいい時ですよね。でも最近ね、ここアトランタではなんていうんですかね、そうですね、数日前まではね、朝晩すごく涼しかったんですけど、ここのとこまた夏日が入ってきて暑い感じですよね。いやいや、まあ今日もね、前回の、GoPro 3の、Hero 3の、テストの続きなんですけども、前回、マイクつけ足してみたけど、結構ね、風切り音が強かったんで、ちょっとマイクの先っぽの加工してみました。一応こんな感じでね、うちの嫁さんが使ってたイラン冬用のコートですかね、あれもイランっていう時間があったんで、その襟のとこの、フェイクファーですか、ぶったけちゃいました。で、まあ、その一部を使って、先っぽにねちょっと縫い付けて、で毛先をっていうか毛並みとか毛先っていうんですかね、ちょっとちっちゃく揃えてみて、今ちょっとつけてみたんですけども、これどんな感じですかね。まあしっかり聞こえてればいいんですけど、まあまあ今まだ走ってないんでね、わかんないですけど、これからちょっと走ってみますんで、取り付けなんですけどね、一応チークパッドの内側にクリップで挟んでる感じです。はい、なもんでね、ちょっと今から軽くね、テスト走行してみたいと思います。まあ夜なんでね、あんまり長いことちょっと乗らないですけど、まあテストだけどうしてもしたかったんで、我慢できずに乗っちゃいました。はい、そしたらちょっとプラプラいきます。もしかしたら、まあ、ファーつけたことによって、なんていうんですかね、声が若干こもってるかもしれへんなみたいな気もするんですけど、まあでもね、風切り音がマシになってればいいかなと思うんで、ちょっと期待してるんですけども、はい、まあ相変わらずヘルメットの中はね、相変わらず風切り音すごいですけど、まあ、マイクでこれをどれぐらい受け止めてくれてるのかちょっと気になるところですね。でまあ、さっきも話したんですけどね、そのチークパッドの横に挟んでるんですけど、本来ね、前 の, チンガードのところにテープかなんかで貼り付けたかったんですけど、まあ、マイクの、ね、先っぽにそのフェイクファーをつけたことによって、かなり厚みが出たんで、前につけちゃうとね、口で当たっちゃうんですよね。なもんでね、口当たっちゃうんで、喋ってるとね、多分結構パチャ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 うるさいんちゃうかなと思ったんで、一応横に今はずらしてます。はい、一応ね、前回の動画も上げてるんですけども、まあ、そこでね、一応まだコメントとかもまだ上げたばっかりで、アップロードしたばっかりでコメントとかももらってないんで、またそこでもしここにつけてるよみたいなコメントなんか入ったら、そんななんかも参考にしてみたいなとは思ってます。いやー、気持ちいいですね。
りあえずね、今日は音声のテスト動画ということなんで、一応その絵面の方というか、画像の方はね、まあ、夜だしあんまり期待しないでくださいね。特にこっち街灯とかないし真っ暗なんで、見た目はちょっと良くないかもしれないですけど、一応音声テストということなんで、そこはちょっと堪忍してください。はい。気持ちいいね、最高。まあ、あれですね、もう秋口になってきて、まあ、冬になってきたらなかなかね、オートバイ、まあここアトランタ、まああったかいんでね、まあ、乗れないことはないんですけど、まあ多分、まあ元ブログなんですか君。ブログを録画するというか動画に撮るチャンスっていうのは、まあやっぱりね、夏や春に比べたら、まあ、減ると思うんですよね。まあ冬場はやっぱりメンテナンスの時期なんで、まあそういうのをまあ撮っていきたいなと思ってますけども、まあ整備してる絵面はね、まあ、僕みんなに見せられるほどスマートな作業の仕方してないんで、まあまあまあ写真とかで、まあ、スライドショーなんかでできたらいいかなと思ってますけど、はい。とりあえずまあね、冬の次のプロジェクトもやりたいこといくつか決まってるし、まあ、それに対しての段取りもね、着々と進行してるんで、また楽しみにしておいてください。はい。じゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。また見てね。